はい、皆さんこんにちは。今日のハイライトのコーナーです。今日の天気は曇り時々雨、気温は26度、水温は25度です。ちょっと肌寒い一日になりましたが、石垣島の西側大崎エリアで遊んできました。まず見ていただきたいのはこの茜花鯉と金魚花鯛の乱舞です。めちゃくちゃ数が多いのでとっても綺麗です。岩の隙間にはキンメモドキなんかがだんだん入ってきました。夏にかけてどんどん数が増えていくのでとっても楽しみですね。今日も徹夜チームはフォトダイバーのゲスト様とマンツーマンでじっくり写真を撮ってきました。今狙ってるのは山吹スズメダイちゃん。中層を泳ぐ魚なので背景を抜きやすく、黒抜きなんかで撮るととっても綺麗に撮れます。そしてこちらのチームは何やらもぞもぞと動いております。何をしてるんでしょうか。遊びながら水中で BCD の機材脱着をしているようです。ライセンス講習の時にやった以来だと思います。久しぶりにやると結構難しいんですよね。僕もやってみたんですけど足がつりそうになってめっちゃ焦りました。そんなこんなで南の海上ではなんだか怪しい雲が渦巻いております。こちらには影響が出ないことを祈りましょう。ということで今日はここまで。また次回お楽しみに。バイバーイ。